アバターっていうのが必ずあるわけ、必ずあるわけなんですね。そのアバターがどういうアバターの人がどういったモーメントで、どういったイベントで、どういった時にそのジュエリーを買いたいのかっていうことを、やっぱりそれを理解して、それをメッセージとして伝えていかなきゃいけないわけですね。それをメッセージとして伝え、ただから写真とかジュエリーの写真とかアップして、写真とか動画とかアップしてれば売れるかって言ったら、そんなことはないわけですよ。最初の段階は、うん、どういうメッセージを一緒にそれで伝えていくか。なんでこれはやっぱり澤田さん自身がそのジュエリーに対してどういう熱い思いを持っていて、これを誰に届けたくて、あなたがこれをどういうふうに、これを手にしてどう人生が変わるのかってことを、やはりそれをメッセージとして伝えていく、そのパッションというのが伝わっていくと、そのジュエリーと澤田さんのファンになるわけですね。それを見てる人たちは、そうすることによってコアなファンになる。